どうも、アミカズです。本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。今日の動画は久しぶりにファッションの動画を撮りたいと思いまして、こちらの、はい、ストライプシャツですね。トワロニエのストライプシャツを購入しましたので、こちらのレビューをしていきたいと思います。それではじゃあこちらのトワロニエのストライプシャツですね。最近ストライプシャツが結構欲しかったんですけども、なかなかこれといったいいシャツが見つからなくて、で我もこうさんのインスタグラムでこちらのシャツを拝見していて、まあ、ちょっといいなと思っていたんですけども、結構我もこうさんに買い物に行くことがあんまりないので、ちょっとこう渋っていたところ、まあ、たまたまちょっと行く機会があったので、試着してみたところ、かなりこちらのシャツがもういろんな着こなしができて使えるシャツだったので、本当にこのおすすめのシャツをちょっと紹介していきたいと思います。では早速ちょっと細かいレビューはズームで見ていきたいと思います。はい、それでは早速見ていきましょう。こちらブランドの名前がトワロニエ。結構最初見た時にこの読み方をトイロニエとかトイロニアとか、ちょっと私も読み間違えてたんですけど、トワロニエというのが正式な名称です。今期で3シーズン目になるブランドで、渋谷のワレモコーに取り扱いしております。このようなグレーのベースのチェックのストライプシャツになります。はい、細かいところが面白いところで、まずフロントのボタンがこの4つしかついておりません。で、こっから下は中がスリットというか、このように開けるようになっていて、結構我もこうさんのインスタグラムで拝見してみてもいろんな着方ができるので、すごいこの一着で面白い着方がたくさんできていいシャツですね。このようにサイドに2本ずつ紐がついております。こっちサイドにも2本紐がついておりまして、これをこうフロントで結んだりとか、あとはバックで結んだり、はたまた普通にこう下ろしていたりとか、そういった3、4パターン着方ができるので、この一着で本当にかなりお得なシャツじゃないかなと思っております。このような形ですね。で、特徴的なのがこのシャツ、私も買いに行くまで普通にサイズ展開がいくつかあるものと思っていたんですけれども、なんとこちらフリーサイズというかワンサイズの展開になっております。私が着ていても少しルーズなシルエットになっているので、身長180センチでルーズシルエットになるので、身長が170とか少し低めの方だとかなりワイドなシルエットになるシャツじゃないのかなと思います。で、お色の方が私が行った時はこのグレーのストライプとネイビー、それとブラックがありましたかね。その3色展開になっておりまして、以前はブルーベースのストライプもあったようなのですが、今はグレーベースだけになっておりました。グレーベースでね、ちょっと合わせづらいかなとか思ったんですけれども、そんなことはなく、かなりどんなスタイルでも合わせやすいいいシャツになっております。はい、はい、どうでしたでしょうか。今のようにちょっと細かく見ていただくと、もう結構面白い作りになっていて、ちょっと早速着てみたいと思います。今日はこの結構ルーズシルエットなので、パーカーの上に着てあげても割と使えるシャツで、このような感じで結構厚手のパーカーの上に着てもちょうどいいぐらいのサイズ感になっております。こんな感じですね。スナップで着用動画の方も一緒に載せていきたいと思うので、あと着用した全身の動画はそちらを参考にしてください。で、着方としてまずはこのように前を開けて着るパターンが1パターン目で、
前を止めて、でも一応これでただの前を止めたバージョンで2パターン目ですね。でさらにこのサイドの紐で結構いろいろと遊びができるので、僕はこちらを結構このままもうフロントで結んだりとか、はい、このようにフロントで前で結んであげるとまたちょっとこう面白い弾き方ができます。でさらにこの紐を今度は後ろで結びます。はい、続きましてこの後ろで結んだバージョンがこれぐらいで、あんまりきつく結んでしまうと前がちょっとこう詰まってしまうので、ややこのぐらいゆとりを持って結んでいきます。もうこのぐらい少しこうラフにちょっと落ち感が出るような感じで結んでいると、サイドのシルエットとバックから見た時のシルエットがちょっと面白い形になるので、私は結構この形で着ることが多いです。あとはマルモコさんのインスタグラムで載っていたのだと、もうこの内側を前に入れて、ちょっとマイクがあるのであれなんですが、あとちょっとパーカーを着ているのでね、なかなか入れるのはちょっと難しいんですけども、まあ、フロントだけ前に入れて、バックの方はちょっと出しているといった、こういう着方も載っておりました。これはちょっと奇抜な着方かなと思います。はい、このようにまあ本当に 3,4 パターン結構いろんな着方ができて、まあ、パーカーの上に着てもいいですし、シャツ単品で着てもいいですし、 T シャツの上にさらっとこうジャケットっぽく着てあげても使えるシャツになっております。はい、どうでしたでしょうか。こちらのワレモコーさんに置いてあるトワロニエのシャツ、結構まだ多分在庫があれば取り扱いあると思うので、ぜひ参考になった方などはお店の方に足を運んでみてください。普段、今日の動画が参考になったという方はぜひいいねボタン、コメントなどよろしくお願いいたします。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。It couldn't be your fault. When this life of mine would fall, it will always be my fault.